はい、こんにちは、関つばでございます。今日はマツダのディーラーさんに CX5 を見に来ました。簡単ですがさらっとレビューしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。これは2018年度の新型 CX5 で、この夏にマイナーチェンジをした模様です。これは 2.2 リッターディーゼルターボですね。他にガソリン 2.5 リッターも出ています。それには6速マニュアルもありますね。これが内装です。いい感じですよね。広いですよね。これだとね、後ろのリアシートでもゆったりしてられますね。これからね、ちょっと内装などのレビューをしますので、ちょっと動画を映します。全部出ますよね。これで全部出るんだよね。あのブレーキ踏んで、あの R に入れてて、これさっきやったやつね。こんな感じ、オートクルーズとかも全部ついてるんですよね、確かね。そうです ね、はい、こちらでついてますので、モードをオンにしていただくと、はい、測るんですよね。前の車とこう常に車間を保って走ってられるんですよね。そうです。それの、あの表示もここの何フロントのやつにも出るんですか、それ。出ますね。あ、出るんですか。はー、ハイクオリティだね。うん、そうそう。違うですね。なんでかっていうと、あのこ0から180までメーターあるんですけど、180まで全部同じになると、あー分からないので、視認性を持ってたのに、まずは40キロまでを色つけて、スピードが上がるにつれて色つけてます。あー、それはすごいですね。なるべく目線を移動させないように、あー、雑念入りますもんね、いっぱいね。なんかどう、いっぱいここの、そっちに気を取られそうな気もする。やっぱり最初にセットしておけばいい。そう、あのクルーズのやつはね、ハンズフリーとかそういうのもみんなこれついてるんですよね、確かね。これそうそう、それがハンズフリー、 Bluetoothシートヒーター、いいね。これいい。シートヒーターじゃなくてシートクーラー、いわゆるシートクーラーもついてる。すごいですね。シートクーラーついてます。これもなんかいろいろ入るみたいだよ。はい、後ろを開けてみます。
リアゲートはね、ボタン一つで、自動で開きますね。このボタンです。本当にね、楽ちんですね。後ろね、本当に広いですよ。これね、今回倒さなかったですけど、倒せば、いろいろなもの入りますね。ゴルフバッグやら、スノーボード、スキー板とかね、入ると思います。で、まだボタンを押せば、このように閉まります。すごい、あれですね。本当性能がいいですね。ああ、iPhone だ。iPhone の、あれじゃないですか、普通の画面じゃないですか。はい。これより先は、ちょっと音楽をかけている都合上、録音し直しました。で、この時ね、車屋の営業マンの方がね、ちょっと iPhone 持ってきて、で、マツダコネクトと接続して音楽を、出てるんですけど、非常に簡単に操作できましたね。今これかかってるところなんですけど、そしてマツダコネクトはこちらのナビの iPhone ナビともね連携していて、その iPhone で操作しているものもこっちのマツダコネクトの方にもそのまま動くっていうか、まあ同期ですね。動くんですよ。 iPhone で操作してもこっちのモニターの方でも動くっていうことですね。すごい、普通ナビってなかなかね、操作するの煩わしいというか、結構億劫な部分ありますよね。それが解消されるというか、普通に手でこうスマホみたいな感じでやることもできますね。今やってますけど、あとは助手席の方がね、例えば旅行とかでわからないときはこのつなげて運転手に代わってもうスマホで映してなんていう操作も可能ですね。なので普通に今ナビって進化していますけど、これもまた進化の過程ですね。とてもこれは良かったですね。慣れればね、すごい使えると思います。あと音楽とかもね、普通に聴けますし、すごいいいですね。はい、マツダコネクトはバージョンアップにより結構使いやすくなったと聞きます。前はね、いろいろ評判がね、あまりよろしくなかったこともあるようですけどね、これは結構いい感じでしたね。質感もそうだし、こういうグローボックスなんかもすごいいいし、これもそうですよね。ここもね、これなってるんですけど、なんかこれ電気つけたでしたっけ？確か。そうですよね。あ、これほら、そっちもなるよ多分。左の。それをグッグッと上に。これも LED だしね。消えると。これ本当は終わった時は抜いてしまう。パッと消えんすか。ああ、パッと消えんだ。ちょっと荒くなった。いろいろ演出できてしまいます。ありがとうございます。いや、大満足でしたよ。まあ、いえいえ、ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。今回の CX5、もっとね、詳しくレビューはしたかったのですが、まあちょっとね、うちの妻もいましたし、営業マンの方にもね、ちょっとね、申し訳ないので、そんなに詳しくはねやらなかったですけど、今度何かでね、この CX5 を借りたいと思いますので、その時はもっと詳しく
試乗レポートをしたり、内装とかね、ま、エンジンルームとかそういうところももうちょっとね詳しくレビューしたいと思います。本当は今回試乗レポートをしたんですけど、スマホの調子があまりよろしくなくて全部消えてしまいました。これ非常にね残念でしたね。でもね、またやればいいっていうことでもありますし、次回にやりたいと思います。またね、CX-5 以外にもこれからいろいろな車のレビュー動画撮っていきたいので、何かね、まあ、そのレビュー動画を見てこういう車いいなとか、まあ、こういう車のここが参考になったななんてね思ってもらえればとても嬉しく思います。結論といたしましてはね、この CX-5 はすごくいい車でしたね。実際に購入を考えています。この前の方の CX-5 はね乗ったことあるんですけど全然良くなっていましたね。今度はね6速マニュアルも出たということなので、それもね試乗してみたいと思います。マツダ今回新しい車ね、CX-5 デミオ CX-3 とね乗りましたけど、総じてねみんな乗りやすくていい車ですね。まあ車でね性格は違いますけど、すごくね悪いところがねそんなにないくらいで、本当僕としては良かったです。それではねこの辺にしておきたいと思います。左上の方に、チャンネル登録のリンクが現れますので、よかったらそこからリンクを踏んでチャンネル登録していただけると嬉しく思います。グッドボタン評価もよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。